ラボラ VS ジャパンの清水です。今日でラファエル・ナダルアカデミー滞在も最後となりました。子どもたちからはとてもいい経験を得られたと嬉しい声をいただいております。また来年も引き続きこのイベントを開催したいと思いますので、また子どもたちみんな頑張ってこちらの方に参加してください。今回が3回目の出場だったんですけど、プロと打てる試合前にプロと打てるイベントがあり、そこでヒッティングやアドバイスをしていただけて、必要な経験をした後の試合はいつもは不安とか緊張とかもあるんですけど、楽しめて試合することができて結果的に優勝できて嬉しかったです。プロの人とかと打てたり、全国大会だからいろんな地方の選手と試合ができてすごいいい経験になりました。海外の子たちと、テニスすることや、このテニス以外のフィットネスやもっと体を、作っていくのフィットネスとかもすごい楽しみにしてました。全仏オープン前にプロも訪れるような環境があるコートで、海外の人とテニスするのは初めてだったので、そこでの練習や試合することがとても楽しみでした。トッププロの人が使っていたり、またテニスを始めた人も使っているなど、ユーザーがとても幅広いイメージがあります。